私の鳥をいつもあの終わってあのなんで OK なの？終わってる。ハザードあの異常その異常停止みたいなこれつけないとダメみたいな。あそこで聞いてなかったらもう木更津方面一番の方向出ちゃってたから。これでぐるっと回った先で警備員がいるんでそこで。ぐるっと回ってるから、ぐるっと。とこ、ぐるっと回る。あれあれあれ、ライン、ライン、ほら。だから最初川はさっきで、and then キザラズ。ああ、本当だ。その先止めてね。トールゲート、you have to pay。960。うわ、高い。いやでも、普通自動車だともっと高い。1200円とか。ナビゲーション、あこれが軽自動車用のやつがついてて、ああ前の所有者がズルしてる、そういう関係上、まああの軽自動車料金で高速道路乗れると、でも見つかったら逮捕されるからね。早めにさ、この三ホタル乗って千葉の方に遊びに行って帰ってくる人とか、帰る人が多いよね。本当だ、住宅来てる。日が当たらないからトンネルの中だから。They use two pipes, ne? And then, you know, connected it in the middle, ne? Oh. Ah, 10 km ぐらいの渋滞だと分かってるから我慢できる。トンネルの中だしね。それに最初海ボタル。それを見に行くのかなって思ってて、何分からなくて、そうか、季節のことだったのね。だからあの、そのあまりにも暑くて外で歩く天気じゃないでしょ。いいよね。今度アウトレットのあのバーゲンとかさ、そこアウトレットモールに入ればさ。アウトレットモールはでもね、駐車金がかかるから。かかるの？かかるよ。うーん、あの新しくできたその茅ヶ崎のところは、うん、あの田舎だからかかんないけど、茅ヶ崎はいいよね。でもあんま景色が良くないからね。その三井アウトレットモールって八景島の近くのところは、うん、まあかかるよ。かかんない。だから本当にあそこは 海沿いだから結構あの中歩いてても景色
ってララポート、あのお母さんがよく言ったの、続きのララポートあるでしょ、あそこは平日はその駐車料金無料だけど土日は取るじゃない。あ、そう、土日祝日は取るんだよね。